おはようございます。今日は東京の雲取山に登りに行きます。一泊二日で行ってきます。山頂を過ぎたところに雲取山荘とがあるので、そこでテント泊をする予定です。長旅になりそうですが、テント泊を楽しみたいと思います。行ってきます。登山口に着きました。この道路の側道からスタートです。片道10キロの道のりです。じゃあ開始します。炭治郎の小屋です。炭治郎の家族が鬼にやられた小屋ですかね。ちょっと開けたんですけど、紅葉が綺麗です。おお、すごい。今日はいい天気ですね。いい天気ですね。なんかトレランの人とか日帰りの人が多くて、すごい泣かされてます。俺らテント装備が重くてめっちゃ遅いね、すごい紅葉が綺麗です。これから1250ぐらいです。1250？ うん、まだ1250？ うん、2000まで行きます。あ、でも 2000m か。うん、あと800だね。ここから紅葉が出てくるの。そうだね。うん、やった。おー、でもまだ3分の1登ったんだ。今どのくらい経った？2時間。今9時だね、ちょうど2時間。あと4時間。おお、湯気出てる。まだ出てる。湯気出てる。これは右行ったら七つ石山。うん、そうだね。右行けますか。行くか。すごい富士山が見えます。大きいね。大きいね。だいぶ雪かぶってるね。ねえ、すごいね。綺麗。よく見える。七つ石小屋に到着です。お、奥に行ってみましょう。すごいとこ登ってる。富士の見える山小屋、七つ石小屋で休憩して登山再開です。まずは七つ石山を山頂を目指します。ああ、本当だ。危ない。危ねえ。七つ石山あっちでした。危ねえ危ねえ。よく気づいたね。こっちでした。危ない。きついね、ここ。もうちょっとです。石尾根に出ました。すごい紅葉が綺麗です。
公園みたいです。七つ石山登頂です。やった。まず雲取りの手前の山です。1757メートル。かっこいい。東京の山はこの石、かっこいい石が立ってる。わーすごいよ、めっちゃ見える。おお、マウント富士、綺麗、綺麗ですね。こっちには今から登る雲取山です。あれですね、雲取山、なんか遠そうで近そうで遠いな。そこに見えてる尾根を歩いて、手前にちっちゃいこんもりしてるとか、こう雲取山っぽいですね。その奥が雲取山です。こっから1時間ぐらいで行きます。よし、じゃあ穀物取り山、次は、うん、次は穀物取り向かいますか。はい、一回下ります。え、がっつり下ります。マジか、超いい天気。いや、こっからの稜線歩きが楽しみですね。ねー、悲しいですが、ガンガン下ってます。まだまだ下ります。ブナ坂というところまで下ってきました。おそらくここが一番下ったところで、1650メートルくらいです。雲取山が2000ちょっとなので、あと400登ります。富士山がすごいです。あれ映ってるかな、映ってるかな。いや、すごい綺麗です。あれが有名なダンシングツリーです。さあ、ポーズを決めないと。色が綺麗。おいしいな。ガキに来る。頭につきました。声がすごい急でした。あ、すごい、信じられないくらい急な坂が目の前にあります。ダンシングツリーの時は楽しかったのに、今は辛いです。ここ登り切ったら穀物取りだと信じて頑張ります。穀物取り山登頂です。あー、きつかった。あー、マジできつかった。あー、でももう1900が、あと雲取りまで100ですね。あとは楽だと信じたい。穀物取り山を無事通過しました。残すは雲取り山だけです。あと25分で着きます。頑張ります。あそこに
なんか小屋みたいなのが見えてますね。あそこのすぐそこが山頂です。最後人登りありそうです。はあ、やだな。頑張ろう。最後の坂に差し掛かりました。コクモトリからは思ったよりきつくなかったです。最後ここだけちょっときつそうですが、そんな長くないんですぐ登りきれそうです。さあ、そう、山梨の方の山頂です。行きましょう。景色が見えてきました。本当の山頂です。山梨県の紛らわしすぎです。あ、本当だ。山梨は仲間外れされました。雲取山山頂到着です。2017メートル、東京都最高峰です。百名山30座目、イエーイ。30% 到達。嬉しい。山頂跡にして雲取山荘を目指します。雲取山荘に到着です。山頂から案外距離はありました。あー、よかった。でも無事着けました。結構待ってるね。無事テントの場所を見つけたので、ここ昼ご飯を食べます。テントを張るのもパワーがありません。ピクニックだよ。ピクニック中です。今から夕日を見に山頂に戻ります。身軽な格好で出かけます。帰ってきました。日の入りまでに山頂に着けなそうなので、途中で引き返して帰ってきました。ちょっと残念ですが、危険なので帰ってきて正解です。パスタです。なかなか柔らかくなりません。それ大丈夫かな。見た目はあれですけど、美味しいです。美味しいです。ジョージは昨日誕生日でした。それで32歳です。ちょうど5本あります。3と2。そういうこと。そんな風が吹いてる。イエーイ。ハッピーバースデートゥユー。どうぞ。イエーイ、おめでとう。山の上でお祝いしてもらいます。初めてですね。
ようございます。今朝5時10分です。雲取山荘の前にいます。で今から日の出を見るために雲取山の山頂に30分ぐらいかけて登っていきます。では行ってきます。町の方から太陽が昇ってきてます。赤いね。山頂に着きましたが、周りは霧に包まれてます。曇ってる。日の出まであと10分ですが、ご覧のように雲の中です。見れそうにないので下りたいと思います。お猿さん、ハロー。逃げてくれ。おお、逃げてくれ。おお、バイバイ。はい、ただいま下山しました。下山しました。イエーイ。朝まだ10時です。早い。朝5時に出て5時間で帰ってきました。雨が、雨降っちゃってます。2日目は残念ながら天気がいまいちで富士山とか何も見えなかったですが、昨日はすごい富士山とか綺麗に見えて楽しかったです。次は日帰りでトレランっぽくランニングしながら行きたいと思います。行ったな。しばらくは来ません。はい、じゃあ今日の動画をここで終わりです。バイバーイ。バイバーイ。いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。